自閉の動画解放軍。動画で解放とか、めっちゃええやん。自閉の動画解放軍です。これから動画を撮りたいけど、どんな機材が必要なのそういう質問を受けます。この質問、まあ、正直、めんどくさいですね。本当にやる気があれば、動画が撮れるビデオカメラとかそういうものを使って、とにかく皆さんやってるんですよね。そんなの自分で考えてって冷たく言うより、それ今回、どんな機材を使えば、 動画が収録できるか。それ説明します。今私使っているもの。まずスマートフォン。iPhone ですね。それと、こういうスマホ用の三脚。セルフィー一脚の下に三脚がついているもの。こういうちっちゃいものでスマホを固定してますね。手で持つより固定した方がいいですね。これは確実です。それと、こうスマホの画面。ある程度床とかテーブルから開けた方がいいですね。それと、このマイク。スマホ用のマイクって言ってます。 これを胸元につけると、周りのノイズちっちゃくなって、そこそこいい音で収録できますね。あのー、今私、そんなに大声出してないですね。あ、それと忘れてた。あと、照明。適当に何か電球を目の前に置いて、そして、入れてください。あの、明るく照らすと、いい映像で撮れますからね。綺麗に撮れますからね。あの、カメラって暗いと、ノイズが入ったり、あと、なんかフレームレートが遅くなって、カクついたり、 なんか、糸引いたような映像になりますけど、しっかりと明るくしとけば、そういうことがないんですよね。まあ、これすべて、家庭用の機材でできますね。あと、レンズ。これ私980円で、この買いましたというか、980円のものを、対応してもらいました。これが通常の状態。私全体映ってないですけど、このレンズを被せることによって、私全体映りますよね。このくらい映ってないと何か不安ですよね。 そうすれば商品にこう見せられる。これも専用のビデオカメラとか買わなくていいですね。あの、広角の自分撮りビデオカメラ。そういうものありますけど、特にいらないですね。だから、適当なものでできてしまうんですよね。そして動画撮り終わったら、こだわる人は iMovie とかで編集。それこだわりがなければ、そのまんま YouTube にアップロードできますからね。Facebook も今できますね。だから、このぐらいの機材、機材とも言わないですね。 道具を揃えておくと、この程度のもので、そこそこいい動画撮れるのかなと思いますね。まあなんか動画見てると、すごく大きいマイク置かないといけない、オーディオインターフェースを置かないといけない、なんかそういうことを言ってます。でも、普通に普及価格帯で買えるもの、1個1000円ぐらいで買えるもの、そういうものを揃えていけば、安い値段でできますからね。十分ですよ。まずこれで動画を作ってみる。そして、1年ぐらいやってみて、あ、こういうところ不具合があるから、 いいもの揃えよう。ということを言ってましたけど、多分、これで十分ですよ。これで、ずっと続けても大丈夫なのかなと思いますね。だから、YouTube とかに投稿するのに、何が必要なのそういう人たちはこの動画見てください。私のおすすめは、まず当たり前ですけど、スマホ。まあみんな今持ってますよね。あの、携帯電話、ほとんどの人スマホだと思います。それと、この三脚、一脚みたいな、そういうもの。これが、最低限必要なものですね。それと、レンズ。 ま、今980円でそこそこいいもの売ってます。それとこの外付けのスマホ用のマイク。これですね。これだけあればいい音。あ、あと、照明。適当に電気スタンドとか電球をこっちの方に向けて電源入れてくださいよ。もし、照明用意できないようにしたら、家の照明がちょうど自分に当たる、そういう場所を選んだり、あと、晴れの日の窓の近く、そういうところでいいんじゃないかなと思います。あの動画、今夏休みだと思いますけど、ちょっとした工夫で撮れます。 ぜひ動画撮影、ま、あいろいろ考えずにやってみてください。自閉の動画解放軍